はい、ということで皆さんバッパライフでございます。現在ですね、ジャマイカキングストンにいるんですけど、ちょっとメイン撮影が終わりましてですね、今からですね、ジャマイカといえばですね、世界一おいしいKFC があるということで、もともとね、ジャマイカには KFC とマクドナルドもあったみたいなんですけど、あまりにも KFC が美味しすぎることからですね、マクドナルド一切なくなって、KFC だけっていう話も聞いたんですけど、まあ、実際ね、そのジャマイカの KFC どれだけ美味しいのか、世界一美味しいらしいんで、ちょっと行ってみたいなと思います。ジャマイカですね、今回運転もしてるんですけど、ジャマイカの道やばいです。もうボッコボコすぎて、もう急に穴みたいなのがあったりするんで、気ぃつけて運転せななっていう感じです。しかもゴイゴイのドライバーもおるし、ちんたらちんたら走っとったらもうプー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 言わされて、もうかなんですけどちょっと今ね、行くんがダウンタウンなんで、ダウンタウンのね感じもどんな感じかなって見せればなと思います。はい、ということで今ですね、ジャマイカのダウンタウン付近なんですけど、どこの地区か全くわからないんですけど、こんな感じでアートがね、右に見えますかね、いろんなところで見えるなっていう感じで、どん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 古い傷もですね、こうやってアートでして良い方向へ持っていこうとしているね、光景がめちゃめちゃ見られますね。まあジャマイカですね、初め来た時音楽はさ、ちょっと難しいところありますけど、撮影できるかな、撮影どんな感じかなと思ってたんですけど、まあ他の国とね同じですね、めちゃくちゃリスペクトの心を持てばですね、逆にジャマイカめっちゃ撮影しやすいなって、リスペクトの心っていうのは、おっと、なんですかね、こういう趣旨で動画を撮りたいで協力してほしいと素直に伝えると、もうほとんどっていうか、もう全員が全員 OK してくれるかなっていう感じです。やっぱりそうじゃないですか、自分ももし日本で歩いてて急にカメラ向けられて撮られると、何これみたいななるじゃないですか。でもその趣旨を伝えてあげると、ジャマイカ人めちゃめちゃ分かってくれて、撮影もねめちゃめちゃしやすいなって感じです。でジャマイカの人ね、なんか初め僕やっぱりね、ネットにこれまた洗脳されてたかもしれないですけど、怖いっていうイメージがあったんですけどね、ほんま喋るとめちゃくちゃソーリーいい人です。もう心めちゃくちゃ素直というか、クリーンな人たちだなってめちゃめちゃ感じます。まあ人に触れ合っていくとですね、初め怖いという印象があったんですけど、それが一気にですね、なくなったなっていう感じですね。いや、ジャマイカめちゃめちゃ長入りしてしまいそうな感じです。めちゃめちゃいい国です。でね、このジャマイカの人々とですね、なんか触れ合うとですね、いつもこうね、あの挨拶する時とかに握手とかするんですよ。その時のですね、エネルギー、すごいですわ。なんかジャマイカ人めちゃめちゃエネルギーあるなっていう感じなんですよね。それがこうね、挨拶してこうね、手交わす時にものすごい伝わるというかね、すごいエネルギーやなみたいな、そういうのをですね、めちゃめちゃ経験してますね、ジャマイカに体験して。こんな感じですね。ジャマイカは左側走行ということで、まだねアメリカとめっちゃ近いのに、アメリカとまた全然違うっていう感じね。で僕はもうアメリカ、メキシコ、スペインとか、フランスでね、なんかドライブ慣れすぎて、逆に左側走行がですね、なんか今めちゃめちゃ変に感じる感じです。うん、なんか僕右座席乗ってるやんみたいな、よくですね、こうあの車入るときに、左側座席に勝手に入ってしまってて、あこれ運転席ちゃうやんみたいなぐらい、ちょっとね、右側走行に今慣れちゃってるって感じなんですけど、ちょっとねだから運転難しいなって感じで、しかもジャマイカめちゃめちゃこんな感じでね、穴みたいなのがめちゃめちゃあるんで、夜とかもう急にバーンなったりするんで、あんまりスピード飛ばせないなっていう感じです。はい、ということでね、今ねこうやってね車ここ止めたんですけど、ものすごいね駐車場が悪いところなんですけど、まあ、後ろねこれねカメラついてないんでなかなかわからんかって、ちょっとねこの後ろの彼にですね、ちょっと後ろ見て言うたら、オッケーオッケーノープロブレムみたいな感じでですね、後ろ見てくれてギリギリのとこで止めてくれる、これが皆さんジャマイカスタイルですよ。その立ってる人にちょっと後ろ見てくれへん言える環境みたいな、そんな感じですねジャマイカ。はい、ということで、やってきたのが KFC でございます。さて見た目はですね同じなんですけど、なんか特別なメニューがあるんですかね。みんな揃ってジャマイカの KFC は絶対食べた方がええでということで、まあ KFC なんか何年ぶりなんですかね、ほぼ食べないんですけど、さてどれ食べますかね。あ、こんな感じでメニューはまあ結構ね同じかもしれんね。やっぱフライドチキンでしょ。でも結構高いですね、ビッグボックスとかこんなん行くともう1700ジャマイカンドルとかさ、結構高いです。で上のですね、セットも1300とか995、
ジャマイカのですねプライスはですね結構分かりやすい、日本円と似てるんで1210円も多分1100円とかそんな1000円ちょいだと思うんですよね。結構似てるんでプライス感はすっごい分かりやすいです。でもめっちゃ高いです。はい、まあ、駐車場はですねこんな感じなんですけど、さっきヘルプしてくれた兄ちゃんもそうやし、ほとんどの人がもう手でですね運馬こすってる、なでが運馬こすって、ジョイントって言ったんですかね、ジョイントを作ってる感じですね。まあ、これがもうジャマイカのもうカルチャーですね。待って並んでおります結構、まあ、こんな感じで、いっぱいメニューもあるんですけど、ナゲット、ちょっと何が美味しいか聞いてみますか。結構並んでますね。でも見た感じほんまどこにでもあるようなKFC の店ですけど、そう皆さん見てください、このボックスの数、ものすごい量のボックスです。まあなんかさっき聞いたらですねバーガーキングもあるみたいなんですけど、バーガーキングもそこまで KFC ほど、人気じゃないということで、まあ、バーガー系あんまり食べないんかね、それよりもうフライドチキン、チキンがつくみたいな、そんな感じなんですかね。でね、コップとかも見てても、コップとかもそんなアメリカほどめちゃめちゃでかいなっていう感じではないですね。What did you order? Well, I don't, I'm not big on KFC. So I only had like a chicken box. That's like one piece of chicken. I'm not big on KFC. What's the most popular? What's the most popular? Spicy chicken? Okay, let's get that.はい、ということでさすがジャマイカです。ものすごい時間がゆっくり流れてるんで、この KFC 待つ時間もう今も15分待ってるって感じ。いや時間の流れ方全然ちゃうな。でもねジャマイカねめちゃくちゃ飯うまいんでね、ほんまにこの KFC はちょっと世界一美味しいって言うだけでちょっと食べてみたいなっていう感じなんですけど、ほんまやったらほんま食べんでもいいぐらいジャマイカは飯うまいです。でも大体ですね値段的に800から1000はかかるなって感じです、一食、何食うにも、うん、それが、まあ、あの印象ですね。はい、ということで皆さん来ました。これでですね1350ですね。見ますか中身。はい、さて世界一おいしい KFC の中身はこんな感じです。まあ、ポテトとあとチキンが2つついてくるって感じですかね。でハニーマスタードソース、あとケチャップ、他にもですねマヨネーズとかバーベキューとかもあったんですけど、まあ、今回ハニーマスタードが美味しいって聞いたんでちょっと試してみたいなと思います。さあでねチキンもですねオリジナルとスパイシーがあるんですけど、まあ、1個ずつにしてもらいました。スパイシーとオリジナルみたいな感じです。さてハニーマスタードどんな感じなんでしょう。いやーコカ・コーラの動画出てからのこれですよ。いやーまあ、でも世界一なんで1回だけはええやろみたいな、そんな感じでね食べてみたいんですけど、ハニーマスタード、うん、うまい、うまい、ポテトとあのソースだけなんですけど、でチキンはこんな感じでございます。さていただきますか。あんまり変わらなさそうなんやけどね、他のフライドチキンと。このジャークチキンと同じで、この周りのシーズニングがめちゃくちゃ美味しいです。うん、そこまで変わらないような気がするんですけどね、他の KFC と。わからんな。もしかしたらこれをソースにつけたらもっと美味しいかもしれない。おハニーマスタードつけたらより一層美味しいですわ。うん、この揚げたて、いやこれはでもめちゃくちゃ美味しそうやろ。うん、揚げたては確かにうまい。どこの KFC も同じかね。うん、うん。
いやどうでしょうね、確かにジャマイカの KFC は美味しいなと思うけど、他の KFC を食べない僕からするとあまり違いがわからないと。それよりジャマイカのローカルフードの方がもっと美味しいなって個人的な印象ですね。でも今回初めてハニーマスタードつけてくる。ハニーマスタードは確かにうまい。うん、まあでもね今回ね結構高かったなって感じしますんで、昨日ねトレンチタウンの人と話してて、日本の物価ってどうなんっていう話してましてですね、日本はだいたいこれぐらいあれぐらいみたいな話をしてて、ジャマイカより安いやんみたいな、ジャマイカとほぼ変わらんやんみたいな話になって、俺ジャマイカじゃなくて日本行こうかなみたいな話してたんですけど、でその隣の人が一回日本行ったことあって、その隣の人がその代わり日本運まないでめっちゃ厳しいでっていう話してたら、ほなその子がいやほな俺やめとこうみたいな、そういう話になったんですけど、まあ、基本ジャマイカめっちゃ物価高いなって、観光客でも高いなって感じるんで、地元の人はねめちゃめちゃしんどい思いをしてるんじゃないかなって感じますね。うん、まあそれがリアルジャマイカでございます。ということで皆さん、今回ね動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。またセカンド時間があったら回そうと思うんで楽しみにしとってください。ということでキングストンからでございます。アディオス。